ございます、はい、今日は太陽クラブナイトコースに来ています。4月14日に私たちはコンベンションします。太平洋クラブの社長さんが主催となって日課ポッカを着ている人でやろうということですね。で、私たち日課ポッカ持ってませんよね。で、そこでですね、今回はちょっと日課ポッカを作ろう、うん、ということでご協力いただくメーカーさんにチェルティジャパン、はい、上野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。チェルティジャパンの上野さんです。太平洋クラブジャケットこの太平洋クラブジャケットもチェルティジャパンさんで、そうですよね。太平洋クラブオリジナルのタータンチェックです、はい、ハウスチェックとしてスコットランドのタータンチェック協会に正式に登録されていて、はい、タータンチェック協会に登録されて、はい、登録してます。まず日課ポッカとは何ぞや、はい、ってことで、はい、日課ポッカというのですね、昔もともとそのゴルフの発祥スコットランドで、昔からプレーされてたスタイルで、はい、裾がキュッとなってて、はい、さらにちょっと膝下ぐらいの長さ、ね、そうですね、うん、はい、ミロクちゃん、あ、ミロクちゃんこれだね。ミロクちゃんこれだよね、うん、ここでですね、重大発表というか、はい、このセレクトザクラブ、はい、将来的にですね、チェルティの日課ボッカーズ以上だとレディース、メンズレディースも作れるようになりますね。へー、はい、すごい、近い未来ここで日課ボッカーが作れるようになります。なんかこういつもね、同じゴルフウェアもね、はい、っていうのもありますから、こうやってちょっとたまに気分転換じゃないんですけど、膝の下にキュッてなるんですか。そうですね、膝下を少しこうここを膨らませるというか、どんどんウエストが大きくなってきて、ここにある、ね、だいぶこれな気がする。だいぶぴったりですね。ここがね、浮いてる。これ少しハイソックスで、うん、いい感じ。このゆとりが結構、そうなんですよ、はい、もうちょっと詰めるようになります。面白い。これでまだ何が足りないんですか。ベストも作りますし、なるほどね。これ全部やっぱ同じチェックじゃないですけど、柄で統一した方が合わせやすいですね。次に素材を選んでいきます。はい、素材選び、はい、生地は500種類。やばい、それは悩む。なかなか着ないですからね。そこは思い切った方がいいんじゃないんでしょうか。はい、結構はっきりした柄だったりとか、はい、もう選んでもらった方がいいけど、さすがに500種類今から決められないんで。そうですね、どうですか、はい、じゃあこちらの方で選ばせていただきます。この色はあるんですか、このチェックの色。太平洋が、太平洋のチェックはですね、まだ発売未定で、発売されればですね、ぜひお作りいただけると思いますので、この色、日課ポッカー絶対かわいいね、確かに。現代的な柄はどれですか。現代的な柄というか、素材感としたら、はい、こちらトラベラー、アイトラベルという商品なんですけど、撥水でストレッチで、大シワで通気性があると、非常にこうスポーツにもいけそうな素材。僕じゃあその素材でいきたいです、はい、じゃあこちらから、はい、じゃああとはもうコンペで、はい、コンペで、はい、私たちがいらっしゃるんですか。はい、あ、じゃあ私、日課ポッカー使いの部長なんでじゃあ部長、心得とかなんかないんですか心得はですね、紳士タレとか、紳士タレと紳士タレ、まあ、シャツは入れましょうってぐらい。ああ、シャツインね、はい、シャツインで、はい、それぐらいで、はい、これを作りたいってなったらどこに行けばいいんですか。弊社の商品に皆さんいらっしゃる、築地にいらっしゃる、はい、今後はセレクトザクラブで買えますので、はい、はい、まあ、交互期待ってことですね。今後セレクトザクラブでニカポッカも作れるようになるので交互期待ください。もう急に欲しいって方はそのショールーム、築地にあるショールームからぜひ行ってみてください、はい、バイバーイ。スポーティーな感じがこっちは多いので、はい、こっちの方がそうそう、お値段はちょっと上がるんですけど、クラシックな、ね、例えばこのロッツェっていうのが結構ちゃんとしてますね。ごつい感じの中高感ある、まあ、でもこっちだとそうですね、アディダスの
このアビピュアシリーズはちょっとクラシックな感じかもしれないですね、うん、こちらもこれもいいじゃん、まあ、こう見えて完全防水なので全然雨の日にガンガン履いていただいて。これどこのメーカーなんですか？これアジェードは、アジェードです。アジェードです。アジェードはアジェードですよ。初めて聞いた。これアディダスです。アディダスなんです。アディピュア。アディピュアすごいね。いろんななんかクラシカルなの出してるんですね。ジョーダンにします。ジョーダン。ジョーダンはこちらです。ジョーダン。ジョーダン3の。やばいやばい。バスケじゃん。急にバスケ。これで、これにしたい。あ、ニカポッカっぽい。はい、なんかあの、旅食、旅でしょ。旅っぽい。旅食の人でしょ。そうそうそう。靴下の人みたいになるわ。白にしたい。これとこれの大きな違いって何ですか？スパイクとスパイク。そうですね、スパイクですね。あとは重さもちょっと違うんですよね。やっぱスパイクついてる方がちょっと重いっていうのもありますしね。これはもう練習場とかもう気軽に履いていけるような感じで。こっち系他ないですよね。こっち系こういうやつ、こういう系、はい、茶色。茶色はそうですね。あとはもう10万円の靴とか。おっしゃこいや。こちらのステファーノブランキーニはそれ完璧に合いそうですね。合いますね。完全にこうニッカボッカ向けのそうですね、クラシックシューズなんですけど完璧っすね。はい、まあただちょっとお値段は、はい、いいお値段ですよね。一応もうしっかりしてるので。僕前アディダスだったんですよ。あ、そうなんですか。はい、結構足の形になってると思います。アディダスの靴ってつま先に重心かかりやすいんですよね、なぜか。これでいきましょう。はい、丸首とか違いますよね。丸首、あー、でもあえて丸首ももしかしたらありかもしれない。こうこうニッカボッカが今時風に見える、ね、そうですよね、はい、感じになると思うんですね。若い今時感、うん、ね、白とネイビーの2色。あ、白にしたら間違いなくないですか？間違いないです。他に丸首系ってないですよね。丸首はそうですね、はい、これぐらいですかね、はい、うん、これいきましょう。これ買います、白いの。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、僕はこの靴とこれを着てあとはニッカボッカーズコンペに臨みます。三枝さんは一体どんな格好をしてくるんでしょうか。楽しみですね。はい、楽しみにしてください。